加藤隆幸は、千葉県南房総市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。北海道日本ハムファイターズ所属。小学校2年から、白浜ブルーホークスで野球を始め、5年から投手。白浜中では、軟式野球部に所属していた。拓殖大学紅ない三笹高等学校では2年から、ベンチ入りを果たすと、2年の夏は、主力投手として活躍したが、 決勝戦でヤジを東高校戦に先発するも3回途中、4失点で降板、チームも敗退した。3年の夏は4回戦で、山下明翔、福田進儀要する奈良市の私立、奈良市の高等学校と対戦して逆転負け、甲子園出場はならなかった。2011年にカズサマジックに入団した。1年目から2年目前半までは、内野手登録で、 主に代打、大層要員として出場、2年目の夏に鈴木秀則監督から投手への再転校を命じられた。3年目の2013年は、第84回都市対抗野球大会で、岡本健と共にリリーフで活躍。4試合で5回1、3を投げて、無失点と2000年以来13年ぶりのベスト4に貢献した。第39回社会人。 野球日本選手権大会でもリリーフとして活躍。6回を投げ球脱三振、無失点のピッチングでチームの同体開発優勝に貢献した。4年目の2014年から AS として活躍。第85回都市対抗野球大会では2回戦の A 和商事ウィング戦に先発すると7回無失点の高騰を見せた。続く東京合戦では2点リードの場面で8回から、 マウンドに上がるも、遠藤はじめ制に、敵地打を打たれ送球が乱れている間に同点に、追いつかれ、9回に、サヨナラ負けを起死した。9月には、新川アジア大会の日本代表にも選ばれ、ドラフト上位候補にも名前が上がったが夏に痛めた、左肘の状態や、まだ会社に貢献していないと考え残留を、決断した。2015年は、 第70回ジャバ東京スポニッチ大会で5回11、アウンダ6失点でノックアウトされるなど不調が続き、第86回都市対抗野球大会では、チームは本戦出場を逃し、自身も補強選手に選ばれないなど苦しいシーズンとなったが、10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに2巡目で指名された。 その後行われた第41回社会人野球日本選手権大会では2回戦の日本新薬戦で先発し7回まで1失点に抑えていたが8回に3点を失い後続も打たれ破れた11月12日に契約金7000万円年俸戦2 0 0万円で入団を追いした2016年は春季キャンプから一軍に帯同すると同じ左腕である 宮西久親石井雄也の怪我や不調もあり、開幕一軍の座を勝ち取る。3月26日の千葉ロッテマリーンズ戦にて、プロ初登板を果たし、中継ぎとして出番を重ねる。宮西が復帰して、以降は故障者が増加していた先発に転向。4月9日の東北楽天ゴールデンイーグルス。戦では、プロ初先発となったが、1回と3分の2イニングを。 投げ3失点で交番に終わるも、4月16日のロッテ戦では6回を4安打4奪三振に抑え、プロ初勝利を飾った。この勝利は2016年度のパリーグ新人最速の初勝利となった。その後も谷間の先発、中継ぎとチーム事情に合わせた当板を重ね、30試合に当板。パリーグのルーキーでは埼玉西部ライオンズのタワーだ。 マコトサブロと並んで最多の7勝を記録した。2017年は、オープン戦から安定した投球を続け、自身初の開幕先発ローテーションを任された。シーズンを通して、ローテーションを守り抜き、6勝6敗を記録した。2018年は先発ローテーションの一員として、序盤は活躍していたが、ピンチで打ち込まれるなど、不安定な投球が目立ち、シーズン後半は、 ルーキー以来となる中継ぎに配置転換された。このシーズンは26試合に登板し、5勝8敗を記録した。2019年は MLB で見られるオープナーをアレンジした新戦術、ショートスターターを開幕から務めた。先発投手が打者一順となる3回をめどに交代するもので、21試合の先発登板のうち7試合は、ショートスターターとして登板した。 5勝7敗と負け越す形になったが、ショートスターターの性質上、勝利投手になることができないことや、中3日での当板も多かったことから、年俸は2200万円増の5700万円で、公開した。スリークォーターから、最速時速144キロメートルのストレートと、主にスライダーフォークを投げる、技巧派投手。入団から、先発、中継ぎと起用され、 他の投手の不調や故障などに応じて登板する場面が多い。愛称は、カトちゃん。2020年3月に一般女性と結婚した。ありがとうございます。